ありがとうの魔法。はじめに、私の40年間の研究の結果、ありがとうを言うだけで神様を味方につけることができるらしいということが分かってきました。そのことに気づいてしまうと、損得感情で考えた場合、頑張ったり足りないものを手に入れようと躍起になる必要がないことが分かります。努力するよりも感謝をしてありがとうを言って神様に味方になってもらう方が得と考えられるからです。どうも神様というのは喜ばれると嬉しい、ありがとうを言われると嬉しいというエネルギーだけの存在のようなのです。それが分かってしまうと、神様や宇宙を使いこなすことはそれほど難しくないことだと思います。否定的な言葉を一切言わず、口から出る言葉が嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるといった肯定的な言葉になれば、神様を味方につけることができるようなのです。ただひたすら喜んでありがとうを口にして感謝さえしていれば、ありがとうと言いたくなるような出来事が降ってくるらしいのです。ただし、ありがとうと言いたくなるような出来事といっても、特別な出来事が降ってくるわけではないようです。実は、今までと同じ普通の出来事が降ってきているだけで、降ってくる出来事の質が変わるわけではありません。ではどうして幸せな出来事が降ってきているように感じるのでしょうか。それは感謝の心、ありがとうの心に目覚めたからのようです。一つの現象や出来事にプラスもマイナスもありません。ですが、感謝の心を意識し始めた人間は、普通の出来事にさえ幸せを感じられるようになります。そして、一般的に不幸と言われるような現象に対しても幸せと捉えるようになり、その結果として特別な出来事が降ってきているように感じるらしいのです。例えば、30年間病気をしたことのない人が盲腸で2週間入院したとします。その時、病気になって悪かったという考え方もあるでしょう。けれど一方で、2週間まとめて休むことができた、2週間休んだらすごく元気になった、これはきっと神様が与えてくれた2週間だという捉え方もあるのです。どちらに捉えても起こった現象は同じ、現象は中立、現象はニュートラル。幸せと不幸は本人の捉え方が違うだけだと思います。感謝、ありがとうという概念で出来事や現象を捉えてみると、幸せな出来事が増えたと感じられるでしょう。自分が置かれている状況が幸せだと気づいたら、私たちは今すぐにでも幸せを手にすることができるようなのです。